全福寺は、石川県金沢市橋場町にある新州大屋派の寺院。三号は、大寺山である。文安二年に、蓮安思想図によって、加賀国石川郡大桑に、帽子を開かれたと伝え、初代住職は、越中井のみに、随戦寺を開かれた、本願寺、第五代、作女商人の孫にあたり、越前藤島長生寺、元慶の次男であった明前坊と称した。 淳慶である。また、当時の始まりは、越中と並軍高瀬であるという伝承もあるが、これは、随戦時の系府である淳慶との関連が、推測されるは定かではない。いわゆる加賀一行一揆の時代の記録に、当時の名が一切見えず同行は不明である。ただ当時の本願寺保守であった、実業省人筆の九時名号と十字名号が、残されている。また、 本願寺東西分裂時に、西本願寺保守であった、順序常人が、文禄三年に下された、本願寺十一代保守の権尿承認画像には、かが多くは村全福寺家府と記されてあることから、西本願寺とのつながりが深かったようだ。しかし、慶長七年には、改めて東本願寺の京女常人から同じく、権尿承認画像がカ付されている。その後、 加賀の漁師となった前田氏は、一向一揆再発防止などの新州対策として、農村などにあった新州寺院の城下への移転政策を推し進め、その一環として、当時も財木町六丁目への移転を命じられた。また、関ヶ原の戦いにて廃将となった、ウッ秀タの妻であったコ姫が加賀に帰って産んだと、言われる娘の遠見ミ姫が、新州人海獣の一環として当時に、 灰嫁され、その裏付けとして、秀家の書状や前田としの書状が残されている。この遠見里姫乳寺にあたって、前田家の家紋である、県梅鉢門の五条下座着用を許されている。ちなみに寺門の総ボタンは、本願寺門であるボタンの変形である。加賀藩は、藩内の有力寺院を州派地域別に触れ頭に、任命し、寺院僧侶の取締りに当たらせ、 金沢の新州寺院では、本町の仙、三寺、白菊町の随仙寺がその人だったが、江戸中期に当時がこれに加えられた。それ以降、加賀三家、寺と称され、金沢別院の座灰の役職にもあった。加賀一万歳の一節にも、墨の衣の全福寺と歌われた。ありがとうございます。